新食品チリラーメン丼、トリプルチーズ、味付きの揚げ麺に粉チーズがついていて、火薬は最初から入っています。麺は細めの扁平断面で柔らかめです。気泡感は少ないですが、噛み応えは比較的単調です。揚げ物の香ばしさと鶏ガラの醤油味がついています。食感はラーメンというよりはヌードルっぽいです。スープはチーズの濃い乳臭さがあります。決して過剰な匂いではなく、醤油味と共存するバランスです。普通のチキンラーメンに感じる物足りない部分をちょうど埋めてくれる感じで、いい組み合わせです。塩分は強めですが、辛い刺激はありません。ネギとコーンも量はわずかながら効果的です。チキンラーメンの面影を残しつつ、うまく変身した製品だと思いました。